はい、よろしかったら皆さんやってくださいね。まったりとまったりとした、ゲームプレイをやってますんで、皆さんやってください。まあね、クルーズとかね、あのタグつけてないので、あのうちの放送あまり来る人少ないので、ちょっとねその辺分かっていただきたいなというところで、たまにクルーズタグつけるんですけど、まだつけてないですね。ここのとこずっとゲームプレイで、タグクルーズタグずっとつけてないので、クルーズさん来てないんですけど、ゲームやって、あの必ずゲームやってると、その種類によってマリカかとか言われるかな、ドラクエかとか言われるんで、あのクルーズタグはあんまり入れてないんですけどね、ここのとこ。でも人呼びたいときはクルーズタグ入れるんですけどね、今回は呼んでないですね、まだ。はい、まあゆっくりゆっくりしてってください。まあ、初見プレイということで、ずっと立て続けてやってますが、不慣れっていうこともありまして、あのかなりウィキを頼りながらやってますんで、まったりまったりとした時間を過ごしてくださいませ。たまにね、あのリスナーさんに話しかけたりするかもしれませんが、あの分かる方いましたらね、ぜひ答えていただきたいなっていうところですね。はい、よろしくお願いしますっていうところでね、次はどうしたらいいかなっていうところですね。昼間になったら外へ出ようかと思っていた矢先、やっと昼間になりましたね。釣竿ちょっとこれも部屋拡張ばっかしてるとさ、何なんだっていうことになるから、結構材料集まってきたんだよね。あの羊狩りする時の一応探検を持ってるので、もう持っていくか、羊狩りも大切なので、ただね迷ったら困るんだよね。ピッケルと斧持ってればいいかな。雨降ってきたね。斧も持ってきますよね。あ、木の斧から使ってもいいんですけどね。木の斧から使いますか。木の斧すぐなくなっちゃいそう。ちょっと持ってこ、これでいいかな。材料を詰めてくる。あと、わかんないのは、昼間だよね。大丈夫だよね。あれ閉まっちゃった。閉まってる。女声でもできるんですけどね、実況。女声、ボイスチェンジャー使ってもさ、いいんだけど、なんか、みんなに申し訳なくて使ってないですね。別に、一応男ですって言って、ボイスチェンジャー使ってるんですけどね。詐欺まがいのことをしたくないんで、一応ちゃんと言ってますけど、はい、まあ、どうでもいい話、はい、ここで石集めにもいいよね、掘ってね。で、石集めもいいんですけど、ちょっと、せっかく探検を作ったので、どのくらい、あー、ダメか。あ、
案外とあっさりと行くんですね。あっさりと探検強っ。自分家が分かるようなところでやらないとすぐ迷っちまうんで。あー食べ物やばいな、そろそろやばいか。これってどうするんだろう、どこに使うんだろう、分かんないですけど、これね、釣り竿あるんですけど、使い方はわかんないですが、こうやってやるの？どうやって釣るんだろう？ちょっと釣ってみたいね。わかんないですよ。どうやってやるの？わかんないですよね。ああ、なるほど。沈んだら右クリックなんですね。割とシンプルなんですね、釣り。ああ、これって食べられるの？わかんない。食べられるの？これ。かまどに入れるんじゃないの？これ。わかんない、わかんない、わかんない。こういう時はどうしたらいいの？わかんないので、ちょっと釣るだけ釣りますか。いいね、生活系シミュレーターがついてる、なんかいい感じ。なんか夜になってきてね。そういえばそろそろまずい、ちょっと引き上げます。ああまずいじゃん。あ、ちょっと武器に切り替えて。え、自分とか分かんなくなった。あ、ここじゃないよね。あれ？ああまずいまずいまずい。ま、あ、矢を撃ってきてんのか、こいつ。ほら。ほら。死ねや。無理か？あ、死んだ。あっさり死んだ。うわ、探検すげえ強え。初見プレイでございます。探検強いね。あ、自分家があった。自分家はあそこなんで、ブロックを高く高く積み上げて自分家分かりやすくしたんですよ。ちょっとしばらくの間、夜が明けるまで。いや、魚どうするんですかね。ちょっとこれしまおうか。これやがてに入るのか。作らないでいいね、これ。あろう、骨が手に入りました。あと、魚のレシピってあるんですかね。レシピ、ウィン、食料、ウィン。いやー、わからんな。魚書いてないぞ。どっかに書いてあるのかな。
魚どうすんの？あ、書いてねえわ。検索いいの？もっとすごいある。一軒家もっとなったんだ。あ、モッドは入れたいけどね。魚。食料、魚。いや、書いてないわ。これら単品では食べることができません。あ、これら単品ではって、これね。うん。魚は？フィッシュ。確かアイテム名フィッシュだよね。ラウフィッシュか。ラウフィッシュ。え、なになに？怖い怖い怖い。ちょっと待った、来た？なわけないか。ちょっと避けときますか。いや、なんか突然襲ってきてもいいように、なんかしまっとこ。怖っ。ああ、こんなとこだろうな。怖いな。こっちにいよ。感知されそう。感知されそう。止めないとね。ラウフィッシュ。アイテムないの？焼き魚とか書いてあるの？かまど？燃料がいるのか、どっちみちやるんだったら。燃料いるんですね。釣れちゃう。一瞬。あ、違う。道具とか。これか。かまどのね。あ、ここに書いてありましたね。いろいろ。あ、ちょっと耳が痛い。はい。2名様いらっしゃい。あれ？耳痛いです。ああ痛いな。痛い。バネのきついヘッドホンはちょっときついね。喉が痛い。はい。耳痛い。そうそう、限界なんだけど。はい。というわけでですね、ちょっとラウフィッシュというものをどう処理したらいいのかわからないので、ここで見てみます。はい、出てきました。ここに出てきました。はい、ラウフィッシュ。やっぱ燃料がいるんですね。燃料さえあれば、食べ物として作れるんですね。燃料はどこで探すんですかね。燃料。燃料は、燃料的なものは、うわ、なんか怖い。何の音？大丈夫だね。来てないね。
多分上でしょう。上、多分上です。燃料さん、燃料燃料燃料これ、あ、石炭、木炭、木炭の燃料っていうことかな。ん？ん？だとしたら、木炭って確かこれで、あ、でも木炭作るには燃料がいるんでしょ？ここ木炭がないと、ここに木炭がないとあるのね。これを木炭にするには木炭、大元は木炭がないとあるんだ。いるやんか。あ、玄関にいるやんか。うわ、こっち見てる。あ、こっち見てる。来ないで、来ないで、来ないで。こっち見とる。いや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 、ちょっと来ないで。どっか行って、どっか消えて。こっちにおびき寄せる。上からどう？まだいる？まだいるやんか。いるやんか。そこに昼間になったのにさ。ん？なんか外出れねえぞこれじゃ。パートがさ少ないでしょ。どうしたらいいよ。燃料、燃料ったら石掘り掘り。はいはいはい。ちょっとなんすか、なんすか。ドワンゴが午前0時ぐらいを。どこで、どこで言ってんの。どこで言ってんの。これで言ってんの。これで言ってんのか。はい、分からなかったですけど、はい、まあ何でもないです。はい、ではね、どんどん続けていきたいと思いますが、またリバーブがかかっちゃった。また調整します。はい、どれくらいでしょう。このぐらい、このぐらいでいいね。はい、あ、なんか跳ね返りが嫌い。このぐらいか、このぐらいでいい。はい、燃料がないとダメっていうことで、出ていけば多分いるんだよな、モンスターが。あー、でも死ぬなこのままじゃ。食い物食う？食うってどうやって食うの？これ、あ、ラウって全部食えないんだっけ？ちょ、確認確認。あー、焼かないと食えないんだ。卵もそうか？なんか卵も食えなさそうだな。死んじゃうじゃん、このままじゃん。くそ、そこにいるんだろ、ほら。来いや。殺してあるよ、もう。時間無駄になっちゃったよ。あと何？お！やっと、骨が手に入りましたが、ここ？ここ掘るか、もう。思いっきり。
出てくるか分かんないよ。でもの出所みたいな、なんかヒントないですかね。出ないね。こんだけ掘ったんだけど出ないね。ここじゃ出ないのかな、やっぱり。あんま遠出はしたくない。溶岩の近くまで行かないとないかな。でも、もう体力ないからね、あんま遠出したくないっていうこともあるんだけど、それしないと溶岩の近く行きたくねえな。渡ってすぐここだね。体力すぐなくなりそう。もうあんま好きじゃねえここ。自分で掘ったんだ、ここ掘ったんですけど結局出てこなかったっていう。一応拾うだけ拾って、これ溶岩なんで嫌なんですよね。そっちが行きたいんだけどな。あの体力やばい。あ、出てきた。ちょっと黒くなってるとこはそうなんですね。燃料があれば、燃料さえあればなんとかなりそうなんだけど。そういうことか。黒くなってるところ見つければいいんですね。あ、なんかもうやばいな。あ、まあ体力使いたくないな。なんかスーパーチートみたいにないですかね。リサって時のみたいな。ちょっと上がれ、うん、上がれって。ここ木炭あるってことだね、これ。あるんだ。ここ掘ってもいいな。じゃあ出てきた。こっちは掘ってもいいな。じゃあこれがありますから。
木炭だけもらいます。燃料が欲しい。手に入ってるよね。でこっちは用なしになったんでこれで埋めちゃいます。その日曜日か。日没臭いんで、あ、いや、ただいま、ただいま。お、チラッと来ましたね。はーい、あざーす。はい、1番さん、いらっしゃい。まったりと、初見プレイということで、やっと少し慣れてきたかな。でも体力がやばいんで、チェストがあるんでそこにバンバンしまって、死ぬ前にしまってるんですけど、あの木炭がなかったんでね、せっかくね、いろいろ作っても木炭で、なんだっけ、体力を回復する回復剤、あの釣りとかやったんで、ちょっと焼いて、あと肉とかもちょっと体力回復、あとベッドか、ベッドですよね、一番作りたいの。まあちょっと今仮にないので、これと作れるでしょ。あ、できた、よかった。出てくるのこれ。わからない、これ、これどうやってくるのこれ。あ、あれ、どうやって食べるのこれ。いやー、食べ方わからない、すいません、食べ方わかんないです。ちょっと待って、せっかく調理したのに。どうすればいいの？あ、終わってる？嘘。え、嘘。あ、止まってるわ。こっからやるか、じゃあ。